ちょっと待って、そうするとあれって確か鋼鉄必要じゃなかったっけ。鋼鉄だよね。鋼鉄を作る準備なんてした方がいいのかな。ああ、あ、なんか知らぬ間に襲われておる。わかった、二重にする。これもセットしとくか。で、弾を入れると。弾とかどうだろう、そろそろ貫通に切り替えるんだったらこれもいいかなって。お、太陽光発電なんてあるんだね。これがさっきのやつですね。研究、これちょっともうやめましょう。結局何発あるんだ今。あ、結構あるね。こんだけはまあ、うん、いいんじゃない。こんないらなかったねこれ。さて、防衛のことをちょっと、なんかこのレーザータレットを避けてこう迂回してきたら怖いけど大丈夫かな。範囲入ってるよねこれ。ああ、まあ大丈夫でしょうこれ。でこっち、この辺ちょっと一個置いとかいいかな。ガンタレット、えいや、つかレーザータレット置いとこうか、せっかくだし。レーザータレットは一番こうね、やばそうなところに置くべきなんでしょうな。ってことはやっぱここかな。あ、でもこう今2機置いたからね。あ、やっぱ来てんね、なんだかんだ言って。じゃあここに置いときましょう。うん、石炭じゃなくて鉄鉱石も結構溜まってきてるし、なんだろうね、何か問題があるとこあるかな。あ、なんかちょっとまだらになってきた気がする。うん、じゃあ貫通弾薬を作り始めて数を揃えたらあれですね、その採掘現場が他にもあるってことなんで、そっちの方に行った方がいいんでしょうね。うん、さて、ん、だから、貫通弾薬作ろう。貫通弾薬は鉄鋼じゃない、鋼鉄が必要なんですよ。鋼鉄ですよ。よし、これ先にしよう。で、炉を増やさないとちょっとね、やっぱり生産速度が追いついてない気がするので、さて、じゃあもう今そこそこねアイテム揃ってきたんでね、ズバーンと置いちゃいましょうね全部ね。と思いきやインサーターが意外とないっていうね。何がまずいんだ、電子基板が遅いのか。電子基板が遅いのはなぜ。電子基板に鉄板が来ていないのか。鉄板が来ていないのはここの歯車に全部取られてるからだな。あ、そうか、だからこれをやめてこっち側から取ればいいんだ。こうだ、いいんじゃない。で、あと、まあ、単純にここの炉が増えればこれもいらんよね。あ、満タンじゃん。で
で、搬送ベルトはこれ今ね、あのとりあえずのつもりで置いたのに緑ポーションの原料になっちゃったんで外せないので、いやーどうしよう。まあでもローをいっぱい置けばいいんだよね、要はね。こうかいいのか。でこうね。あ、なくなった。で、ロあロレンガが必要なんでちょっと確保しておこうかな。もっと必要かもしれないな。これぐらいしとこう。お主負けておるな。OK。こうだ。いいんじゃない？お、なんだなんだ。あ、あれか。レーザータレット撃ったのか。そういう風にあのですね。レーザータレットはですね、非常に電力を食うので停電します。ちょっとあれですかね、蒸気機関足しとく。2個足んないよね、そういえばね、これね。で2個だけとりあえず足しとこうか。あ、置けない。いや、これいい場所だと思うんだよね。これはしょうがない。こうしてこうしてこうだな。うん、いいんじゃない？ランプ結構あるしね、なんか置いとこうかね。やっぱね、暗いのは怖いです。ちょっと研究が遅い気がするよね、これね。え、これもう無理だよ。ん？どうすんのこれ。しょうがないな。毎回ね、思いますよね。余裕を持てと。10個がまあキリがいいかな。1個あって1個作ってて、今7個か。1、2、3と。はい。で、こうしてこうするから、こうね。で、こう出してこうして、うん、いいんじゃない？これできっとポーションの供給が間に合わなくなるはず。あ、俺ね、赤ポもまだここに1個2個ぐらい足せるし、まあ、緑ポも、まあ、やろうと思えばね、まあ足せるんで。ああ、なんかすごい安全地帯な感じがする。釣りでもして戯れに石を掘ってみたりして。うん、だからね、あの貫通弾薬をね、早く作んないとね。いやー、やっぱこう鉄板来ないね。よしこれで鋼鉄の炉が作れるようになるので、鋼鉄、あー、だから鋼材を作るのに鋼鉄の炉だよ。あー、置こう。とりあえず炉を置こう。うん、
とりあえず置いとこう。始まんない、そうしないと。一応ね、炉はね、普通の炉は後でボイラーの、これね、ボイラーの材料になるんで、もしあのね、蒸気機関を増やそうと思った時にね、原料になるんで、まあ、無駄にはならない。そう、このね、無駄になるならないっていうのも結構気にしてるんですよ。貫通弾薬は一応ね、無駄にならないんですよ、実は。ちょっとまだないんだけど。で、通常弾薬はこれで終わりなんで、これ何かの原料にならないんですよ、実は。だから通常弾薬はまず実は作りたくなくて、で、まあ今言った通り貫通弾薬はそのとあるアイテムの材料になるんで、まあ最悪多めに作っちゃったとしても大丈夫っていうのがあります。そしてアームが足りん。アームをください。あ、またどこだ、あれか、アームね。アーム意外と遅いね。いや 0.5 秒だよ。いやだからこれだよ。え、全然鉄板来ないじゃん。なんでだ、鉄板どうした、鉄板が来ない。とりあえず入れるか。鉄板。ここは？もう鉄板ね。鉄板。これもういらんよな。これいいや。なし。で、あ、だからアーム置けばいいんじゃない？一気に増えるんじゃない？これ。アーム。なんか石とかいっぱい持ってんな。ああ。どうしよう。これが邪魔。こうだ。あと石。ん？ちょっと待って、石は何気に炉にするんじゃなかったっけ。やばい、もっとこ。いやだから石炭いらない。石炭は、あ、でも車に入れとこうか、ね、はい、よし。で、これで鉄板溜まってる。これですよ。こうなればもうね、怖いものなしですよ。結構これで早くなったんじゃない？電子基板が意外と来ないっていうか、全部持ってかれてないこれ。あー、電子基板なのか。うん、このこいつが全く意味のないっていうね。いやー、アホだな俺。どうしよう、どうしましょうねこれね。まあ単純に考えるとこれで多少変わるだろうか。全部こいつに持ってかれてんね。これは電子基板を作る速度が圧倒的に足りてないってことですよね。運よくって感じ。ようやく一個運よくって感じ。なのでこれは、ちょっと待って、わかったわかった。せめてもう一個。いや、もう二個。じゃダメだ。こうと、これで、この、これを作れるようにしてあげたい。で、それをするには、だからもう、これ直でいっちゃう？いや、ダメだな。結局こうか。
こう流して、でと、おー、またすごい停電するとビビる。こんな感じにして、こうしてアームが足りなくて、こうしてこれがこうね、こうで、こうだ。こうして、いいのか、出しちゃって。OK?意外と、なんでしょうね、この2個いらなかった、もしかして。まあでもいっか、いいんじゃない、これで。おお、溜まってきた。よしよしよし、いいんじゃない。よし、じゃあ鋼作ろう。鋼、この辺もう詰まってるんで、ん、ちょっと待て、鉄鉱石の流れが意外と遅いよね。もうやばい。あ、枯渇してる。あ、これやばいかな。まあどのみち、線路を作んないといけないんですけど、これね、この線路、線路を作るのが、いや、まだ研究してないじゃん。お、研究止まってる。線路は前提条件がないね。なんだろう、エンジンか、エンジンやりましょう。はい、やばいな、なんかすごいドキドキしてきた。なんか狙った感じになってない。研究ばっかやってたら本当に必要なこう電車の研究をしていなかったっていうね。いやだからね、貫通弾薬が欲しいのです。で、もう鋼材は作れるはずなんで、これをぐにゃっと曲げて、これもうあれですね、鋼鉄専用のラインを作っちゃいましょう。ここにどうしようかな、ここに縦に並べるか。ちょっとね、鋼鉄の方が時間かかるんで、鋼鉄の方をちょっと回収で、これをこうかな。うん、アームが足りないね。アーム、うわー、この辺はいらない。で、こうか、で、こうか。これあれか、中型電柱が必要なパターンのやつかな。うわ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 、心臓に悪いな。で、どうしようかな。
やこれもうちょっと違うやり方しよっかな。こんな感じで置いて、こういうのとかありなのかな。あ、でもダメか。これだと、配電、お、銃型作れる。これやっとこう。鉄板を作ってそのまま送りたいんですよね。でも、ぶっちゃけば鉄板過剰でこれ、あ、止まってると思ったら止まってないし、どっちなんだ。あ、そうか。鋼鉄の炉だったから早かったのか。これどのくらい違うんでしょうね。鋼鉄の炉が製作速度2って書いてある。製作速度1って書いてある。これ単純に倍なのかな。倍だとすると結構なもんですよね。ってことはやっぱりとりあえず早急に鋼鉄を作って炉を作ればいいんだよ。だから、まあいい、これ、まあ、まずはね。で、ね、アンテナがね、いける？なんとか。なんとかなってるかな？だからこれダメだ。やっぱ中型じゃないときついね、これ。 OKOKOK、 とりあえず貯めておこう。あ、まあどのみちこの2つで鉄板全部回収されてるようだし、鋼材がいっぱい集まればこの鋼鉄の炉が作れるようになるんで、そうすればまたちょっと具合が変わる。うわ大変だ。やっと1個かこれで。うわ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 、はい、実際どのくらい違うんだこれ。やっぱ鋼鉄の炉倍早いですねこれ。あーすごいな鋼鉄の炉で。中型電柱、はい、お願いします。中型電柱があればね、さっきも言った通りここ、あーとか持ってない、いくつか持ってるしこれでこっちもカバーできるんで、これがいらなくなると。いやーグダグダですね。でこれを伸ばせば、で何かのラインに乗せられると。で鉄板がやっぱ足んないよねこれ。なのでこの辺りからもう持ってきちゃおうか。こうだな。これぐらいで、うわすっかすかになってる。なのでこれ早いとこ鋼鉄のロゴ、これはちょっと4つ多かったね。じゃあ6個か。6個じゃ多かったね。4つでいいね。でこれをここから入れ替えよう。鋼、ちょっと鋼を貯めておいてもらおう。で、鋼鉄の炉たくさん作って全部置き換えよう。よし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 。ん？これはあれか。
鉄板を作る速度が速くなったおかげで鉄鉱石を回収する速度も上がり、鉄鉱石自体がここまで来ないパターンのやつだな。これ非常にまずい、非常にまずい。これちょっと一回取ります。うおー、まあ、とりあえず置き換えられるところちょっとバーンと置き換えちゃった。レンガ足んないのか。鉄鉱石はやっとね、50個とか数が増えてきました。いい感じです。あれで5個しか作れない。あ、鉱材か。鉱材がね8個も使うんだね。鋼鉄のロッテ結構多いね。うん、っていうかね、1時間ぐらいでやめるつもりだったのにもう何時間やってんのこれ。うん、ちょっとそろそろやめようかな。ということで今回の動画はちょっとすいません、もう疲れたんでここまでにしたいと。なんという雑な理由なんだろうか。うん、ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。ということで次回もよろしければまたご覧になってください。それでは。